語りたいアニメが多すぎるので、なんか日曜日全部ひっくるめて語ろうかなと思います。あくまで夕方深夜ね。うん、まあ、これで鬼滅さんも来るからね。うん、まず無職転生ですね。うん、本編はまあルディとシルフィの披露宴ってことで、まあやっぱ結婚しますってことで、まあ友達とかバーディーガーディーカッカとか、まあ七節とかにいろいろと送るんだけど、まあシルフィがあのエリナレイジェの孫であったことが判明したり、まあアリエル王女とまあルークもやっぱルディにちょっとまあシルフィちゃんと守ってやれって話になったりって、まあルークは編入はまあ女として認めてないけど、まあここまでアリエル様を守ってこれたのは、まあ、シルフィのおかげだって分かってるし、まあ、シルフィのダメなところも見てきてるからっていうのはあるんだろうし、うん、ルディとルークのちょっと稽古っていうか、まあ、本当に短い時間なんだけどちゃんとスピード感もあったし、まあ、バトル作画はまあそんな問題ないかなと思う。そう、オープニングでなんかルディやロキシーや、まあ、パウロやエリナリーゼやタルハンドさんがあれこれバトルしてるけど、あギースもか、うん、まあその辺はまあ置いといて、無職転生自体はすごくゆったりしてる話だと思う。うん、まあノルンちゃんと和解するのはまああれこれあるんだけど、まあ今ルーディウスもまああいつもまあ目いっぱいのやつだからね。うん、個人的にオープニングはありだと思う。いやエリス推しの人には悪いんだけど、ここでエリスのことを思い出したらそれはそれでまあサリーアン事件だよ。夜桜さんちの大作戦の一気にひふみちゃんとアルファ君がいるようなもんだよそれは。まあ無職転生のオープニング、まあ、ぶっちゃけ今後の展開が読めるような展開ではあるんだけど、まあ、やっぱルディと、まあ、最初の嫁であるシルフィと、まあ、両親である一応パウロとゼニスと、まあ、そしてまあ師匠のロキシーだね。うん、割とロキシーとあのブルアカ の, あの生徒会長っていうか、まあ、アロナとプラナとなんか似てるところあると思うんだけど、まあ、ロキシーもミスだからね。うん、まあ、それは置いといて今回のクールマジでパウロの存在がすごく生きてるなと思った。うん、あれルディさ、あの前にあのパウロと喧嘩した時まだ、まあ、友達みたいな距離感で思ってるんだけど、まあ、パウロのダメなところも見てきてるし、でもパウロはパウロでやっぱルディのこと息子だと思ってるから、まあ、そういう距離感が見えるかなと思う。っていうか最初の村からもう一気に大きくなったって感じもするし、まあ、特にパウロ、シルフィ、ロキシーとの距離感ってかそうだしね。うん、エンディングもやっぱパウロ一家の話だしね。うん、あれさ、ブルアカの高橋星野先輩となんか被るんだよねルディウス。そう、これが一気にやった理由なんだけど、ルディはあれあいつやっぱいじめられた過去とかあるから、まあ、自己評価めっちゃ低いんだけど、実際はナロー主人公としては結構強い方だと思うんだけどね。なんだかだみんなルディのこと当てにしてるし、ブルアカの星野先輩もなんかそんな感じだから、うん、あいつ強いくせに自己評価めっちゃ低いからね。うん、あとはまあ夢先輩とパウロを被るような気もするけど、まあそれやると夢先輩がなんか初めてじゃなさそうだからダメです。まあ星野もあれ最近の3章だとなんか先生と拳カッチンしそうだけどね。うん、でまあブルアカの話ですか。うん、まあ今回はセリカちゃんがツンデレしてる話なんだけど、まあそれはまあいいとして、やっぱ柴大将の声優さんが判明したり、まあこの辺やっぱ声優が、まあ、原作ではついてないキャラにどうなるのかっていうのが楽しみだよね。まあ黒服、まあ今回のボスキャラの一人なんだけど、そいつの声優さんも気になるとこだし、あとはセイヤや夢先輩だね。うん、ひふみに関してはいろいろと封印してる感じあるから、セイヤは喋ると思う。あとミカはミカガキすると思う。先生に興味はあるけど、先生に助けられるとはみじんも思ってなさそうなミカガキっぷり見せてくれたら、もう光と望みなんか目じゃないぐらいミカガキしてると思うよ。美しいよミカは。あとね、まあ、とりあえずアニメの話だと、先生とアロナが思った以上に優秀だなと思った。うん、まあ、アロナ自体はこうポンコツなところもいっぱいあるんだけど、まあなんだかんだナビゲーターとして、まあ、先生をバックアップするっていうのは、まあ、ずっと真面目にやってるし、あのシステムの箱 の, あの無敵効果使いながら、まあ、指揮官として有能なところを見せてるかなと思う。俺ねブルアカはね夜桜さんちとナローの鑑定スキルのやつと同じでよかったと思う。ムツミ鑑定スキルのアルス、ブルアカの先生、まあ、今期の非戦闘員指揮官3人組だと思う。まあ、3人ともちゃんとメンタルケアしてるのが偉いよね。まあ、先生も今回やっぱセリカのメンタルケアってやってるし、でまあ今回良かったのさ、あれ星野がところどころおじさんじゃなくなってるのか。いや多分ね、俺ね時間が被ってるのはあると思うんだけど、ルディとパウロの距離感って、まあ、星野と先生の距離感に近いと思うんだよ。まあ、ルディがまだパウロのこと、まあ、親父というよりもやっぱダメ男同士の友達感覚だと思ってんだけど、星野 の, あの先生の距離感ってかなり、まあ、原作既読か2週目じゃないと分かんない人やつで、あいつまあ前回の式でそれなりに星野自体は、まあ、先生のことを友達感覚で見てんじゃないかなと思う。
まあもっと言うと、まあ、多分ののみちゃんと同じぐらいの枠っていうか、私が守ってやんなきゃいけない枠には入れてやっているとは思うんだけど、まあ実際非戦闘員だし先生。でもさ、星野さ、あいつ一人で全部守ろうとする女だからてか多分ユミ先輩にもそれやってああなっちゃったでしょう、ね、まあそこらへんだよね、うん、なのであの今のあの星野はかなりあの2年前出てんなというのがまあすごくいいなと思う。まあ、この辺はユミリンさんの声がうまいなと思う。やっぱさ、オープニングもエンディングもさ、学年ごとなのかもしれないんだけど、星野が白子ちゃんよりも上に来るあたりがやっぱ広いんだなって思いましたよ。でも、ののみがあのコインランドリー使ってんのもいいですね、エンディング。モアーンさんがいい味出してるっていうか、割とののみってさ、こう、他人といて楽しくやってるような子だろうから、まあ、コインランドリーの使い方に慣れてるのも、まあ、アビドスに来る前は使ったことなさそうだけど、まあ、その辺はやっぱママになってるなと思った。うん、まあ、長くなったけど、鑑定スキルっすね。まあ、これちょっと地味っていうか、まあ、結構上がるアニメが激戦区だから、今期。でも、鑑定スキルはいいですよ。うん。まあ、よく考えてみると、プロモーションビデオやオープニングとか結構後々までできてたから、まあ、スタジオマザーも余裕あんのかなと思いたいです。まあ、第7王子に合わせてるっていうのもあるだろうし、まあ、筋肉マンの前番組っていうところもあるだろうし。あれ、今回は、あの、魔法使いの、あの、シャーロットをスカウトしに行くんだけど、まあ、欲も悪くも無色転生のロキシーのデカい版ってイメージあるんだけど、魔法使い服を着るのは次回になるから、まあ、そこら辺、ロキシー感は薄いかなと思った。うん、やっぱ姉キャラってのもあるしね、シャロットでかいし。で、子供たちの面倒見てたっていうのは漫画の追加設定なんですよ、これ。あの、ギャヒってる、チートフィオの連中みたいにさ。ただ、フローシア、まあ、子供たちの面倒を見てるってことで、まあ、説得力とか増してるから良かったと思う。うん、やはり、夜桜さんちの綾香、まあ、鑑定スキルのリシアさん、そしてブルアカのある社長、まあ、この3人が最大 の、 あの強敵ですね、うん、まあリシアさんが一番強いと思います。そして夜桜さんちの大作戦、うん、ジャンプ本誌の太陽がブルアカのひふみみたいなこと言ってて笑いましたよ。本能階田さんらしくてね、うん、夜桜さんちはさ良かったっす、うん、この漫画ね、欲も悪くもね、序盤はね結構ガタガタっていうのは事実で、太陽かけるむつみは本当に一貫してんだけど、兄弟推しになってるのは結構途中からなんだよね。うん、で、兄寄りで、こう、まあ、健吾が保健室に潜入したり、みんな見張ってくれてたり、まあ、出番が増えてて、太陽のフォローやってるのだったっすね。オープニングとエンディングも夕方ジャンプアニメらしくてよかったっす。うん、エンディングで20巻、ひふみとアルファが生まれる前の集合写真やってんの、エモすぎるでしょ。うん、あと、まあ、そうだね。ブルアカのひふみと太陽がすごくデジャブるんだよ。ひふみもなぎさ様に懐いてたり、いや、なぎちゃんが懐いてんのか、うん、太陽は太陽でやっぱむつみ守るマンしてたりするんだけど、こっからもうね、未来を取り戻すための戦いをするまでネジが外れていくからね、うん、あとはやっぱこうむつみも鑑定スキルのアルスやブルアカの先生みたいに非戦闘員指揮官なんだよね。まあ、この辺は今回明らかになったんだけど、でもやっぱこう、むつみ太陽のメンタルケアやってるからそこら辺良かった。うん。原作読んでる時は、非戦闘員ヒロインどうかって思ったんだけど、いや、今回は鑑定スキルとブルアカと同じクルーで良かったと思う。うん。そして、戦隊大資格が、うん。そもそも俺さ、この作品はワンクール終わってからあれこれ考えようかなって思ってんだけど、まあ、作画は落ち着いてきてるね。うん。ただ本気出したらうまくやれるってのは分かったから、ブルアカのヒナや本気星野の戦闘作画への期待って感じですかね。うん、まあ俺ね、開発と同じところに落ちてきた時点でもう終わりだと思ってるよ。というか開発を引きずり込んだ時点でこれの勝ち。そもそもこっちの主人公13歳だからね。うん、あとはね、シングで戦闘員が殺される話やったんだけど、ああブルアカの兵糧破壊みたいなもんだなと思った。なんか個人的にはブンブンジャンのギャグバリっていうより可愛くないブルアカだなと思った。なんだかんだブルアカは可愛いからね。まあこんなとこですかね。語りたい作品が多すぎる。日朝とか語ってたら間に合わない。ここに鬼滅も入るからな。ということで、みんなも配信をうまく使いましょう。以上です。あ、ユーフォニアムはちゃんと見てますよ。うん、組子客いいよね。